イカンタバとは植物が持つ内部組織の一つ。植物体の全体にわたってその内部を貫く。役割としては液体の運搬と植物体の機械的な指示である。イカンタバを持つ植物はシダ植物と種子植物であり、これらをまとめてイカンタバ植物という。ただし、イカンタバとは繊維と管からなる束の意味であるが、シダ植物と ラッシュ植物には遺憾束に繊維がない。遺憾束とは、いわゆる植物の茎の中を縦に走る中上の組織の集まりである。普通は茎の中に一定の間隔で並び、そこから分子して早根に入り、先端近くまで伸びて終わる。多くの植物では、これらの組織が一定の配列で集まって、パイプの集合体のような束状の構造となって、 植物体全体を貫く。そのような束は複数あり、茎の断面を見れば、それらが一定の配列で植物体の中に配置しているのが見られる。このような個々のパイプの束をかん束という。植物群によって、これらの構造には様々なものがあり、それぞれに固有の名が与えられている。花と茎から出た器官には茎の遺憾束の分子が入っており、 その内部ではさらに枝分かれして、物質の輸送と機関の機械的指示の役割を担う。歯にあるそれを葉脈という。また、これらのイカンタバの集合体を、その周辺の組織を含めて茎を構成する基本単位とみなし、これを中心柱と呼ぶこともある。イカンタバを持つ植物はシだ植物、ラシ植物及びヒシ植物であり、これらをまとめてイカンタバ植物という。 遺憾束植物はまとめて、単系統をなすと考えられる。しかし、類似の構造は他の植物にも見られる例があり、先体類では、茎の中心に細胞壁の飛行した細胞群があって、類似の役割を果たすと考えられる。木部と支部の配置は、群によって異なるが、典型的にはいくつかの型に分けられる。また、これは、中心柱の型とも連動する。 具体的な例を挙げて解説する。最も広く知られているのは総子葉植物の茎に見られるものである。一般にこのかん束を平立かん束、この形のかん束の配置を神聖中心柱という。総子葉植物の樹木の若く柔らかい茎を横断すると、この形を見ることができる。茎の外側には、口倉の発達した表皮があり、中心には、 柔らかな髄があり、その間を埋める細胞層を皮層という。イカンタバはこの皮層にあり、それぞれはほぼ楕円形の断面を持って円周上に配列する。イカンタバ植物の構造の進化に関して、現在認められる説にデローム説がある。これによると、イカンタバの外側に皮層、表皮のある枝がすべての構造の単位であり、例えば葉は、これが、 平面的に細かく枝分かれした上でその隙間が融合によって埋まったものと考える。いかん束の枝分かれはおおよそテロームを表しているとみなせる。ありがとうございます。